この街は何だ？楽園なのか？水の都、安曇野。2023年11月30日、穂高駅から東、大王わさび農場まで歩いてみました。この日は、まだそんなに寒くなかったです。松本駅から JR 大糸線の穂高駅。西に高い山々が見える。観光客はまばらでした。今回は長野駅から10時発の特急しなので松本へ向かいました。車窓動画は後日報告いたします。明日の松本行きの時間は8時53分と決めました。駅からすぐの穂高神社に参拝しました。ステンレスの銅祖神が目に飛び込んできました。旅の無事をお祈りいたしました。街並みを過ぎると田園風景。特にこの山が印象に残りました。有明山、富士山みたいなので。道を間違えて随分遠回りしてしまいましたが、全然苦になりませんでした。NHK お日様のロケ地だと知りました。やはりここは紛れもなく楽園だ。
本当に水で癒されます。大きな民家が今日の宿です。目的地大王わさび農場に到着。ここは無料です。水車は回ってなかったです。残念でした。黒澤明映画のロケ地、夢。
お決まりのわさびソフトはいただくでしょう。今日はここでおしまい。今日の宿の紹介は別動画で詳しくいたします。ぜひ登録をお願いいたします。